ジブリ映画はちなみに見られたりします？はい、大好きです。お気に入りのジブリ映画聞いてもいいですか？千と千尋と、うん、あとトトロですね。初めて見たのっていくつぐらいの時ですか、ジブリを？でももう本当に小さい頃から見てると思います。5歳とかそんぐらいなのかなと。その時の記憶あります？初めて何見ました？千と千尋で、なんかすごい怖かったイメージが。小さい頃はでも怖いしかなくって、でもまた大人になってから何回か見返したりはするんですけど、映像が綺麗だなとか、おにぎり美味しそうだな監督とかの思いとか、小さい頃は表面的にしか見れてなかったけど、まあ、こういう思いが隠されてるんだなっていうのも考えながら見たりはしてますね。ちょっと千と千尋に関しては。ちなみに好きなキャラクターとかいます？でも結構みんな好きなんですけど、サツキとメイ大好きですね。親とかにも、あの妹がいるんですけど、私はサツキで妹がメイだねみたいな感じで言われたことあります。親とかは好きですか？そうですね、大好きです。はい、家族でみんな好きです。好きなジブリ映画についてお聞きしてて、ジブリ映画見ますか？そうですね、僕も大好きですね。一番好きなジブリ映画って何ですか？もののけ姫です。初めてジブリ見た時のことって覚えてます？なんか覚えてないかも。なんかずっと金曜ロードショーでやってたのが流れてたのを見てた気がするんで、物心ついた時に知ってたみたいな感じ。なるほどなるほど。もののけ姫が、まあ、好きな理由っていうか何かあります？他のと比べて自然とか人の争い事とか命の重たさを生々しく描いてて、それがなんか雰囲気とか音楽とかすごい合ってて、なんか重くてかっこいいから。好きなキャラクターとかいます？やっぱサンですね。サンみたいな女性探してるんですけど人間と触れ合ったようなので、はいはい、汚れてないですね汚れてない。もののけ姫ってどういうなんかメッセージを感じます？命の重たさとか自然との共存とか、生きる場所は違うけどどう向き合っていくかみたいな感じですかね。ちなみに最近宮崎駿監督の君たちはどう生きるかってこと？まだ見てないんですよ、ね、見てないんですか？見るとやります？もちろん行きたいんですけど、ちょっとなんか行きたすぎてタイミング伺ってる感じです。行きたすぎてタイミング。ちなみに映画館で見られたことあります？ジブリ。コロナ禍中にもののけ姫がちょうど再上映してて1年半前ぐらい、それで見に行ったのが最後ですかね。お、不思議な世界に行った感覚みたいな余韻に浸ってますいつも。はい。好きなシーンとかあります？このシーン。もののけ姫だったら、お前にサンは救えるかですかね、やっぱり。サイレンスボーイ、How dare you speak to a god like that? ジブリ映画とかって見ます？そうです、たまに見ますね。たまに見る、はい、一番好きなジブリ映画って何があります？魔女の宅急便。魔女、うん、初めて見たのっていくつぐらいですか？幼稚園とかですかね。幼稚園、なんか熱出た時に毎回見てる映画がそれでした。お、初めて見た時のこととか覚えてます？全然覚えてないですけど、ほうきで飛ぶじゃないですか、あれって。飛んでみたいなって多分思ってました好きなシーンとかあります？好きなシーンはキキが電車の中に入っちゃって、足ズボズボしてたら下に牛がいたみたいな。いや、そんなこと本当にあるのかなとか思いながら、でもなんかちょっと体験してみたいなみたいな。好きなキャラクターとかっています？しぶりで。猫の恩返しの、あのイケメンの猫、シュッとしたイケメンの猫、名前わかんないんですけど、ちゃんと守ってくれ記憶があるので、なんかいいなと思います。確かにかっこいい、あればですけど。苦手なジブリとかってあります？もののけ姫。もののけ姫、はい、なんか怖いじゃないですか。実際私ちゃんとまだ見たことなくて、ちっちゃい頃からのその怖いっていう先入観が強すぎてまだ見れてないでしたから、変な妖怪が出てくるじゃないですか、なんかコロコロコロみたいな、あいつが出てくるってのだけは知ってます。金曜ロードショーとかでチラッと見るとか。チラッと、本当にチラッとぐらい。でもなんかちゃんとずっとは見ないでチャンネルすぐ変えちゃったりとか、見たことないですね、あれは。ジブリ映画ちなみに好きですか？見たことありますか？はい、はい。一番好きなジブリ映画って何があります？千と千尋の神隠しとか、魔女の宅急便。一番最初に見たのって何歳とか覚えてます？ジブリ映画。めっちゃちっちゃかった。4歳とか。4歳、6歳ぐらいです。それ何で見たとかって覚えてます？金曜ロードショー。初めて見た時の感情とかってなんか覚えてます？どういう感情だったのか。一人暮らししたくなりました。意味わかんない、あんまり話よくわかんなかったりして。千と千尋とかちょっとわかんないんですよね、はい。好きなキャラクターとかいます？某
棒理由とかあります？なんか可愛いお腹が出てて一番最初に見た時に可愛いと思いました。なんか赤ちゃんが大きい、赤ちゃんが大きいから、かわいい。初めて見た時ちょっと怖いなと思ったんですけど怖いっすよね。よくモノマネとかしててなんかあります？好きなキャラクターとか。ジジ猫。ジブリキャラクターで彼氏にしたい人とかなんかいます？ハウル。似てるね。どういうところがいいですか？かけてくる言葉が全部かっこいいかなって思いました。ハク。どういうところが好きですか？イケメンなところ。ジブリ映画とか見ます？ちなみに。たまに見ます。たまに見ます。好きですか？好きです。おお、好きです。一番好きなジブリ映画聞いてもいいですか？ハウル。一緒。一緒か。最初に見た時って覚えてます？何歳の時だったのか。小学校の時。何見たか覚えてますか？トトロとか。ポニョとかその辺。金曜ロードショーみたいな。あ、そうです。その時のなんか感情っていうかなんか覚えてます？どういうことを感じたのかみたいな。覚えてないかも。覚えてない。理解できなかった。理解できない。好きなキャラクターとかいます？千尋。千と千尋の千尋。千尋。それはなんか理由とかあります？どういうところ？なんか好奇心すごいなって。私はハク。かっこいいから好き。優しいし。好きなシーンとかってあります？千尋がお父さんお母さんなんか最後当てるじゃないですか。豚いないけど荒地の魔女と階段登ってデロデロになる決めざっていうかめっちゃ怖い。